YWBC 面白かった NPB 見てみようかな。矢印進めたい球団。どこ？日ハム、オリックス、おそらく想像してるドラゴン。実際、シャオロンって冷静に見ると役わからん生き物やな。侍より強い中日ドラゴンズ。そら大谷ダル近藤がいた日ハムよ。ソフバンが無難やで。ファイターズかドラゴンズ。名前も強そうやし。近所のチーム、ダル大谷近藤を輩出した日ハム。侍に唯一勝った中日。最強の2チーム。そらハムでしょ。学ペダル大谷近藤伊藤おるもん。チーム日ハム12人いたらしいしハムやろな。チケット取りやすそうなロッテ。チケット代高すぎんよ。ワールドカップでブライトンの試合見る新規ファンが増えたように、エンゼルスの試合見る新規ファンもやっぱり増えるんかな。エンゼルスからめっちゃ出てたもんな。アストロズ、カージナルスもや、サンドバル大谷トラウトが共闘してるって絶対強いやん。仮に増えたとしても無駄に試合数多いし試合時間も長いから速攻で脱落すると思う。住んでるとこから近い球団。大松世間は大谷しか興味ないぞ。そら世界一のコーチスタッフ選手を揃えた日ハムよ。WBC 選手が多いオリックス。そら侍に突きつけた中日よ。世界一のチームに唯一突きをつけたチーム。本拠地に行きやすいチーム。気になった選手の所属チーム。どちらかで選べ。5月くらいのベルトデイゲームはポカポカでピクニック日和やけど。そんなら夏の神宮かハマスタナイターでええやんと思う。そら中日よ。WBC 準決勝や決勝のような熱い接戦がホームで見られる。普通に家から近いとこでいいと思う。真の世界一球団の中日ドラゴンズ。オリックスなら山本と吉田がいるよ。WBC 活躍選手的にはヤクルト巨人エンゼルスあたりか。言うて WBC 並みの面白さをクリアできる球団なんてないやろ。それならエンゼルス見た方がええやろ。山本吉田宇田川宮城山崎と一番メンバー出してるオリックスやろ。侍ジャパンより強いあの球団やろな。真面目な話するとソフバン。あそこは B クラス落ちすると怒りの補強するから勝つのを楽しめる。バカ試合多い球団の方がええかもな。